皆さんこんこにちはは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第回よろししくお願いします、はいま今回はグランパス関連の話なんですけれどもここ最近ちょっとというかずっと気になっていた話なんですけれどもジョー選手がようやく日本に戻ってきてチームに合流したということが報じられました。 これ公式での発表ではないんですけれども、本日2月24日、中日スポーツ16時26分配信記事で上がっておりました。で、この記事には、ジョー選手の写真もあったので、まあ、ジョー選手が戻ってきたのは間違いないかなというふうに思います。まあ、ジョー選手に関しては一貫して公式は何も アナウンスをしないというスタンスなんですけれども、まあ、何か事情があるんでしょうけれども、まあ、気になってた方も多いと思うのでね、少しはアナウンスしてほしかったなと思います。まあ、なんていうんですかね、フラメンゴだったり、その相手があることだったので、ひょっとしたらっていうことはあの、そういうことで報じられなかったっていうことはあるかもしれないですけれども、ジョー選手、グランパスの選手なので、グランパスが主体的に、 情報を出していて欲しててっっかかたなという,ふうに思います。でまあ何しろ公式のアナウンスがないのでジョー選手がいつブラジルへ戻っていたかっていうことは正確な日付はわからないんですけどまあおそらく2月の頭1月末か2月の頭くらいだと思うんですけれどもということなのでまあ3週間というか4週間弱で戻ってきたということで でですねで一度来日していたにもかかわらずブラジルに戻ってしまったということで私はひょっとしたらかなりジョー選手の怪我の程度ひどいのかなとリハビリかなり長期化するからブラジルに戻ったのかなというふうに思っていたんですけれども意外と早く戻ってきてくれたのかなっていうのが私の感想。 ですでまだチームも指導したばかりの時期なのでこの時期に戻ってこれたのは良かったかなというふうに思います。でまああのー、これは何て言うんですかね実態を知らない素人考えではあるんですけれども3週間程度の調整で戻って来れるのであれば シーズン前になんとか調整できなかったのかなと思ってしまうというところもあるんですけれどもまあシーズン前も調整してそれでも足りなかったのでこの時期間が必要だったということなんでしょうかでまあ何はともあれ城選手戻ってきてよかったなということですねでまあいきなりあのチーム合流といってもすぐに試合をっていう状況では到底ないと思うのでまあここからねコンディションを 上げてあの徐々に、ね、試合ににに出られるようななっていていいいほしいなと思います、まあ、徐々に気温も上がってくると思うので、ね、それとともにジョー選手のコンディションも上がってこればいいのかなというふうに思います。で、チームのことを考えると、ジョー選手たとえジョー選手であってもコンディションが上がりさえすればスタメンが確保されるという状況にはないのかなと今のチーム状況を考えても。 あの山崎選手も徐々に出場機会を得ていますしもっとコンディション上がってくるでしょうしそもそもそのルヴァンカップと J リーグのスターティングメンバーだった攻撃陣ですねまあセンターフォワードタイプを置かないという攻撃陣といえばいいでしょうかねでもあのいい攻撃を見せているのかなと思いますしあのこの間の J リーグでの阿部選手のゴールみたいな形もできているので センターフォワードタイプを置かないサッカーっていうのがね、あのー、割とできているっていうところもあるので、そこで割って入っていこうと思うと、やっぱりジョー選手もしっかりアピールをして、ポジションを確保していく必要があるんではないかというふうに思います。で、まあ、ジョー選手、あのー、攻撃面での能力っていうのは申し分ない、間違いないっていうのは分かっているんですけれども、おそらく守備面での働きっていうのも当然要求されると。 思うので、さすがに今のグランパスで、あのー、守備を免除、1人の選手に、ね、守備を免除できるほどの余裕はないので、まあ、ー,んジョー選手がね30点ぐらい取ってくれるならそれでもいいんですけれども、多分そういうのはやっぱあんまり、ねあのー、そこまではあのー、いけないと思うので、やっぱり攻守のタスクを任されるということになると思うので、まあ、とは言っても。 何も運動量をかなりあのかけて追っかけ回してくれっていうようなことではなくてあの走り回る必要はなくてファーストディフェンダーとしてあのパスコースを限定する何て言うんですかねプレッシャーのスイッチを入れる役割としてパスコース限定しながら相手にプレスをかけていくっていうようなあの動きは最低限してもらわないと困るというか要求されるのかなというふうに思います。で、まあ とは言ってもやっぱりジョー選手あの大きい存在感はかなりあると思うので私としてはジョー選手にかかる期待っていうのは大きいのかなと思っていますでん昨シーズンまでのジョー選手チームの攻撃がうまくいってないと結構サイドに流れてしまったりあとまあちょっと引いてきてボール受けてっていうことがあったんですけれども 今シーズンの、まあ、グランパスのやり方を見る限り、センターフォワードの選手がサイドに流れることが必要になる場面というのは、おそらくそんなに多くないのかなと。で、トップ下で安倍選手が入っていたりすると、 わざわざセンターフォワードの選手が攻撃の組み立てに参加するっていうこともあんまりいらないのかなというふうに思っていて、まあ、サイドでいうとやっぱり前田選手だったり相馬選手マテウス選手が入る場合が多いと思うんですけれどもこれらの選手やっぱりコンビネーションで崩すこともあると思うんですけれども単独で突破できてしまうのでやっぱりあとそう考えるとスペースがあった方が。 ややりやすい縦にスペースがあったり、でそれ縦のスペースを餌に中に切り込んでシュートとかも両方できる選手だと思うので、やっぱりある程度一人であのスペースを与えて自由にやらせてあげた方があが能力が出ると思うので、そう考えると、ジョー選手はサイドの選手がボールを持った時には中にいてほしい。で、ね、突破からのクロスで中にジョー選手がいれば、相手のマークっていうのはどう どう考えても城選手に釣られるっていうところはあると思うので,でそのまま城選手がシュートでもいいでしょうしジョー選手がおとりになって、まあ、それこそこの間の阿部選手みたいな形でもいいと思いますし逆サイドの選手が走り込んでもいいと思うのでっていう1つの形になると思うので,で特に相馬選手だったり前田選手サイドで1対1になった場合にクロスまでいけるっていう確率はかなりある。 高いのかなというふうに思うので、まあ、そうなると中にジョー選手がいるっていうのは相手に与える脅威はかなり大きいのではないのかというふうに思います。でさらにあの山崎選手ですよね山崎選手もこれからもっとコンディションが上がってきてあのアピールしてくると思います。でそこでジョー選手も試合に絡んでくるとやっぱり攻撃の厚みっていうのは一気に増すと思いますし。 新たなね、攻撃の形、例えば、ジョー選手と山崎選手のツートップとかもあり得るんじゃないのかなと思います。まあ、キャンプでね、試したりすればよかったんですけれども、まあ、まあ、それは言っても仕方がないので、で、今の、なんていうんですかね、地上戦、あの地上でドリブルだったり、パスでつないで崩していくっていうサッカーもかなり魅力的なんですけれども、そこにさらに高さっていうのが加われば、戦術の幅も ぐっと広がると思うので相手としても対処に困るということになると思います。で、高さっていうのは相手としては分かっていても止めきれないっていうようなあのー、部分、要素だと思うので、でジョー選手だけでなく山崎選手2人いると、どっち、あのー、センターフォワード2人ともでかいってなると、相手のセンター バックとなる、もうかなりあのマークしづらいと思うので、そういうサッカーもオプションとしてできるといいのかなというふうに思います。で、まあ、それだけでなく、あの、まあ、今の地上戦のサッカーもかなり魅力的っていう話はしたんですけれども、かなり消耗も激しいと思うので、正直、今のメンバーだけで1シーズン通してっていうと、やっぱり、あの、ターンオーバーとかも必要になってくると思うので、単純なセンス 選手層という意味でも山崎選手だけでなくジョー選手あの戻ってこないとシーズン通して戦うのは厳しいかなというふうに思います、まあ、そういった意味でも城選手この時期にチームに合流できたっていうのは非常にチームにとって明るいニュースかなというふうに思いますなのでいい競争をしてねあのさらに攻撃の質を高めていってほしいなというふうに思いました 最後に、えーっと、コロナウイルスの話ですが、コロナウイルス、感染がまだまだ広がりを見せていると、愛知県内でも新たな感染者が確認をされているという状況になっています。で、さまざまなあのスポーツイベントも中止だったり、延期だったり、開催方法の変更っていうのがあの、続々となされているようですし、 そうなってきたときに、まあ、ルヴァンカップ、J リーグ、どうするのかっていうことが、あの当然今、今、リーグ側ではあの議論がなされていると思います。で、まあ、それはあの、チーム関係者もそうですし、我々、ファンサポーターも非常に気になるところ。で、やっぱり、ね、サッカーファン、グランパスファンからすると、グランパスのサッカーを。 見たいしかも開幕直後でそのテンションはかなり上がっているっていうところではあるんですけれどもあの命だったり健康っていうのは第一それに変えられるものはないと思うのでねあのそれを一番に考えたあの対策対応っていうのがなされるといいかなと思っています。でいろんなところにしわ寄せ行ってしまうと思うんですけれどもその後は。 の調整っていうのはね、なんとかリーグ関係者全員でね、知恵を絞って、あのいい対策をしてほしいなと、J リーグの力の見,見せどころというかあの、いうとこだと思うので、まあ、やっぱり何よりね、あの命、健康第一で考えてほしいなというふうに思います。で、やっぱりね、サッカーファンもあの皆さん、複雑な思いあるとは思うんですけれどもね、あのリーグが。 何かか考えてててのののの対策をを出ししたとははそれれ受け入るる準備っいいいうう気持ちの面でもねしておく必要があるのかなというふうに思いますやっぱりファンサポーターの間でね感染が広がってしまうっていうのは怖いですしそれぞれの方がそれぞれの家庭だったりあの職場だったり関係各所学校もそうですしあると思うのでそこからまたどんどん広がっていってしまうっていう恐れはどうしてもあると思うのでねやっぱりそれを防げる手立てがあるのであれば 何らかの手段を講じる必要はあるのかなというふうに思うのでね、あのー、今後当然何らかの発表あると思うので、あのー、対策の発表を待ちたいなというふうに思いますはい今回は、まあ、ジョー選手日本に戻ってきたチームに合流したという話を中心に話をしてきましたそんなところで佐藤のラジオ第186回 今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。